玉川水害は玉川流域で起こった水害である。山梨県、東京都、神奈川県の境を流れる玉川では、たびたび水害が起きていた。1974年9月1日に発生した水害では、沿岸の民家が流出し、長年にわたり裁判で争われた。以下、主にこの水害について記述する。 1974年9月1日から3日にかけて台風16号のもたらした豪雨で多摩川が増水した。狛江市では砂岸の堤防が260メートルにわたって決壊し、宅地3000平方メートルが濁流にえぐり取られ住宅など19戸が流出した。幸いにも住民は避難を終えていたため一人の死傷者も出すことはなかった。 マイホームの普及が現在ほどでなかった時代、玉川べりの勝者な家が次々に流されていく光景は人々の夢を破壊するようで残酷極まりないものだった。流出直前には山上を見かねた陸上自衛隊と警視庁機動隊の隊員が突入し一部の家屋については火災道具搬出を行った。指揮官は電化製品には手を出すな。 タンスの引き出しごと運び出せと指示した。このほか被害拡大を防ぐため、陸自施設大隊と建設省によって、蓄堤爆破が決行された。このオペレーションは、河川内の園庭が濁流となった水流を阻害し、決壊を助長していたため実行に移され、9月2日、陸自部隊が、千葉県立山からヘリコプターで爆薬を運び、園庭の上に、 土のうで押さえての爆破を試み、破壊口が開いたものの水の流れにほとんど変化は見られず、コンクリートの破片で付近の住宅は被害を受けてしまった。続いて9月3日には、建設省が爆破を試みるが効果はなく、9月4日、同省は今度は場所を変え、園庭に穴を開け、火薬を詰め込んでの爆破を試みたところ、午後8時、この日6回目の爆破により、 園庭に破壊口が開き、そこから水が流れ始め、爆破は成功した。これにより、本流側への流路を確保するとともに、さらなる被害拡大は阻止された。国は堤防及び流出した土地は復旧し、自衛隊が園庭の爆破を試みた際に発生した、近隣建造物のガラス等の被害は賠償したものの、堤防崩壊により流出した家屋や家財等に、 ついては賠償しないという姿勢を示したため、1976年2月、国家賠償法に基づき、被災者である30世帯33人が、玉川を管理する国を相手に総額4億1000万円の賠償を求めて、訴した。1979年1月、東京地方裁判所は、国の河川管理の手落ちを認めて、3億600万円を支払いと命じた。 これに対して、国側は、この水害は予見する、可能性はなかったと、東京高等裁判所に控訴した。その後大阪府の大東水害訴訟において、最高裁判所が原告敗訴の判決を下した影響もあり、1987年8月、東京高裁は一審判決を破棄し、国側に、河川管理の手落ちはなかったと、逆転判決をして、住民側に支払われた。 賠償金の返還を命じた。住民側は上告し、1990年12月13日、最高裁は、改修済み河川では、河川整備計画の上で予想された大水に対する安全性が求められる。独自の見解に基づいて、管理の欠陥を否定した原審は、審議不十分である。と東京高裁に差し戻した。これを受け、東京高裁は、 1992年12月17日、当時の技術水準や過去の災害のケースから見て、少なくとも水害が起こる3年前の1971年には、施設の欠陥から災害の発生は予測できたと国の河川管理の落ち度を認めた。12月26日、国側は上告を断念し、 原告に対して、損害賠償額3億1300万円と、利息分2億7500万円が支払われることになった。災害発生から18年、低訴から16年の長期審理は、住民側の勝訴でビリオドを打った。玉川決壊の日1999年3月27日、決壊した堤防の後には建てられた、玉川決壊の日の除幕式が行われた。 マイホームを失った人たちは家族のアルバムが流されたことが残念と共通して語った。山田大地が原作、脚本の t b s 系金曜ドラマ、岸辺のアルバムはその言葉をヒントに生み出された。2015年7月9日には富士テレビの奇跡体験、アンビリバボーでこの水害が再現ドラマと住民で被災者の一人である郷土市屋の横山、 年夫へのインタビューを交えながら詳細に紹介された。ありがとうございます。